最上段に図書カードの予備が。そこです。おう。作業も随分慣れてきましたね。おう。不動くんのおかげで一人で作業することもなくなってすごく助かってます。いつもありがとうございます、不動くん。先輩はビビらねえんだな。え、不動くんの悪い噂はお聞きしていました。ですが噂は噂、私は準備室での親切な不動くんをちゃんと見ていますから。俺が図書室に来るのは先輩がいるからだ。俺、洲本先輩が好きだ。不動くんの気持ちとても嬉しいです。ですが返事の前に一つお聞きしたいことがあります。エッチな女の子は好きですか？うん。私、恋愛小説が好きで、先ほど図書室で読んでいたんですが、いつもならここで一人自分で慰めるのが日課なんですが、不動くんの恋愛小説のような告白にたまらなくなってしまいました。お返しを